どうも、ゆきともです。今回は毎週更新している週刊ラノベ売上ランキングを紹介していきます。今回はアニメ化が決定しているシリーズの最新刊や、新人賞を受賞した要注目の新作が発売したりと、結構面白いラインナップが揃ったランキングとなっています。それとね、とある作品が予想外の売り上げを叩き出したりもしています。ぜひ動画最後まで見てもらって、ラノベの最新トレンドチェックしていってください。それではやっていきましょう。最初は単行本ジャンルの電子書籍ランキングからですね。まずは第10位からです。第10位、T.O. Books、裏稼業転生第2巻、元極道が家族のために領地発展させますが何か？続いて第9位、レジーナブックス、転生ババアは見過ごせない、元悪徳女帝の2周目ライフ第4巻。続いて第8位、アーススターノベル、二度転生した少年は S ランク冒険者として平穏に過ごす、前世が賢者で英雄だった僕は、来世では地味に生きる第10巻。続いて第7位、TO ブックス、不遇王子は天才錬金術師第2巻。続いて第6位、電撃の新聞芸、神の庭付き、クスノキ帝第5巻。ということで単行本の10位から6位まではシリーズ続刊タイトルが多くなっていますね。続いてはトップ5です。第5位、電撃の新聞芸、勇者刑事書数懲罰勇者9004対刑務記録第5巻。こちらは今話題のダークファンタジーですね。電撃の新聞芸は最近アニメ化ラッシュですが、本作もアニメ化が決定しています。勇者とは名ばかりのクセ者たちが命をかけて破天荒なバトルを繰り広げるシリーズですので、個性的なキャラを楽しみたい方は本作必見です。続いて第4位、 TO ブックス、やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが断罪は嫌なので真っ当に行きます第5巻。続いて第3位、電撃の新聞ゲー、チュートリアルが始まる前に第3巻、ボスキャラたちを破滅させないために俺ができるいくつかのこと。電撃の新聞ゲーの新刊がまだまだ来ますね。こちらはゲーム世界への転生系ファンタジーとなっています。ゲーム世界のクソダコ底辺ボスキャラに転生した男がゲーム知識を使ってシナリオに反逆していくストーリーとなっています。悪役転生ものとして、かなりね、高評価なシリーズですので、今後も要注目ですね。続いて第2位、アーススターノベル、転生した大聖女は聖女であることをひた隠すゼロ第3巻。こちらはタイトルにゼロと入っている通り、本編の前日談を描くスピンオフシリーズとなっています。後に転生することになる大聖女の前世を描くストーリーということで、キャラクターの深掘りをしていくファン必見の外伝となっています。ちなみに本編はウェブ原作作品ですが、こちらのスピンオフは全編書き下ろしですので、シリーズファンは見逃さないようにしてください。そして第1位はこちら、電撃の新聞芸、物語の黒幕に転生して第3巻、進化する魔剣とゲーム知識で全てをねじ伏せる。今回のランキングはテレビアニメ化していないシリーズが大健闘していますね。このシリーズも人気が高まっているゲーム世界転生ファンタジーとなっています。世界的に人気を誇るゲームを世界最速でクリアした大学生の主人公がそのゲーム世界に転生して始まる本作。ただ転生したのは仲間を裏切る物語の黒幕ポジションで、悪役転生系のストーリーになっています。少女ラノベではね、乙女ゲー世界の悪役令嬢者が一大を築いていますが、少年ラノベも悪役転生系の作品の人気が高まっている印象です。このシリーズも今後さらに人気になりそうですね。ということで単行本ランキングの第1位は電撃の新聞ゲー、物語の悪役に転生して第3巻となりました。続いては電子書籍の文庫本ランキングを見ていきましょう。まずは第10位からです。第10位、ファンタジア文庫、都合のいい地雷系彼女と体だけの関係を。ファンタジア文庫の新作がランクイン。こちらはラブコメ系の新シリーズですね。見た目地雷系な美少女とのインモラルな関係になるラブコメっていう雰囲気ですけど、意外にも内容としては健全な方向になっています。恋人でもなくただの友人でもない曖昧な関係がどうなるのか、今後に要注目ですね。続いて第9位、ガガー文庫、ドスケメ催眠術師の子第1巻。ガガー文庫の新作も来ました。こちらは新人賞の受賞作品ですね。ドスケベ催眠術師というキレキレのキーワードが目を引きますが、予想外にまっすぐな青春ラノベになっていて高評価となっています。おバカコメディを期待して読むとね、ちょっと方向性の違いを感じると思うので、あくまで青春ラブコメの路線として読むのがおすすめです。続いて第8位、 GCN 文庫、クラスメイトの元アイドルがとにかく挙動不審なんです第3巻。GCN 文庫は堅実に売れている印象ですね。国民的アイドルグループの元メンバーだったヒロインとの糖度 100% ラブコメとなっています。王道の甘々ラブコメが楽しめますので、純愛ラブコメにキュンキュンしたい人は本作要チェックです。続いて第7位、ファンタジア文庫、
師匠に借金を押し付けられた俺、美人霊嬢たちと魔術学園で無双します第2巻。続いて第6位、電撃文庫、魔法科高校の劣等生、夜の帳に闇はひらめく第1巻。先週1位だった魔法科高校のスピンオフが今週もランクイン。まあ、さすがの安定感です。続いてはトップ5に入っていきましょう。第5位、タイプムーンブックス、ロードエルメロイ2世の冒険第6巻。こちらも2週連続のランクイン。フェイト系のシリーズはやはり強いですね。続いて第4位、ファンタジア文庫、俺と妹の血繋がってませんでした第2巻。関数少なめなラブコメシリーズがなかなかいい順位に入ってきました。こちらは血の繋がらない妹との家庭内ラブコメ作品ですね。最新巻ではブラコンすぎる妹に血が繋がっていないことがバレてしまって一波乱起きていくという感じになるようです。家族愛との板挟み的な要素もありますので、今後に期待ができるラブコメだと思います。続いて第3位、 GCN 文庫、放課後の迷宮冒険者第3巻。 GCN 文庫の新刊がトップ3に入ってきました。こちらは異世界と現実を行き来するタイプの異世界ファンタジーですね。まったりマイペースに異世界の迷宮を攻略するっていう感じで、ライトに楽しめる冒険ファンタジーとなっています。スローライフ要素がかなり強いので、息抜き的に読むタイプのシリーズですね。そういったジャンルが好きな人は、本作チェックしてみてください。続いて第2位、ガガ文庫、僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが、育成方針をめぐって修羅場第5巻。こちらは出会って一月で絶頂除霊を手掛けている赤木博隆先生のラブコメファンタジーですね。こちらはお姉ちゃん系ヒロインたちが初太の育成をめぐってドタバタしていくコメディ的な展開が面白い作品となっています。冒険ファンタジーをベースに年上ヒロインにチヤホヤされちゃう面白さもありますので、年上ヒロイン好きは要チェックですね。そして第1位はこちら、ファンタジア文庫、公女殿下の家庭教師15巻。ファンタジア文庫が誇る大人気ファンタジーががっつり1位を取ってきました。今週はアニメ化作品がほとんどなかったので、危なげなく1位を取ってきた印象です。このシリーズは関数も多くなっていますけど、これだけ人気ですし、アニメ化とかもしていいと思うんですけどね、なかなか来ません。まあ、安定感も含めて、ファンタジア文庫をかなり支えているシリーズだと思いますので、もう少しスポットライトが当たるといいですね。ということで、文庫本ランキングの第1位は、ファンタジア文庫、公女殿下の家庭教師15巻となりました。今週は新シリーズも結構ランクインしていて、新鮮味のあるランキングでしたね。そして最後に紙書籍ランキングのトップ3も見ていきましょう。今週はビッグタイトルが少なかった分、ランキングがどうなるのか読みづらいですね。果たして何が1位を取るんでしょうか。まずは第3位からの発表です。第3位、電撃の新聞芸、神の庭付き楠木亭第5巻。電子ランキングでは6位だった本作、紙書籍はかなり売れていますね。まあ、田舎を舞台に描かれるスローライフ日常ストーリーとなっていて、神様たちとのほのぼの系な作品が読みたい人はチェックしても良さそうです。コミカライズもね、2巻まで発売してるみたいですね。続いて第2位、アーススターノベル、転生した大聖女は聖女であることをひた隠すゼロ第3巻。電子ランキングでも2位だった本作、紙の方も安定してますね。スピンオフでこれだけしっかりと売れてるっていうのはかなり強いと思います。まあ、アーススターノベルはアニメ化するタイトルも出始めてきていますので、このシリーズも全然アニメ化の可能性ありそうですね。そして今週の1位になったのはこちら、富士見 L 文庫、私の幸せな結婚第7巻。ワタコン最新巻がまた1位に舞い戻ってきました。なんなんだこの強さは。ちなみに発売したの7月の中旬ですからね。いやマジで強すぎて笑っちゃいます。まあ、アニメ化ブーストがハマるとこれほど売れるんですね。まあ、おそらく今年のアニメ化で最も原作の売り上げに貢献した作品なのは間違いないでしょう。ということで紙書籍売り上げ第1位は富士見 L 文庫、私は幸せな結婚第7巻となりました。アニメはまだあと1ヶ月ありますからね。まだまだ売り上げ伸ばしていきそうです。以上、今週の売り上げランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方は、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。あとね、チャンネルの応援の意味も込めて、高評価ボタンもポチッとお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。